ゼーブルクは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン群に属す、マチソンでザムトゲマインでラードルフスハウゼンを構成する、マチソンの一つである。ゼーブルクは、アイヒスフェルトの目とも称される、ゼーブルクこそいの有名な保養地である。ゼーブルク集落とベルンスハウゼン集落がこの町に属す。定住跡は、現在のゼーブルクにあたる地域に古くから入植が、 なされていたことを示している。つまり、西暦100年頃以降のローマ時代の遺跡や、9から11世紀の考古学的出土品が見つかっている。9世紀の古い伝道協会マルティンスパトロチニウムの発見は、村以前の最初の入植に関する知見を下支えするものである。さらに、中世世紀に上格、税ルクが作られた。 この城の遺構は1984年から1996年に発掘され、ベルンスハウゼンの農場跡も見つかっている。1364年に初めて、ゼーブルクはアムト・ギーボルデハウゼンに属した。主権の上では、このアムトはマインツ大司教の会にあったが、その後売却され、ブラウンシュバイク校のもとに移された。30年戦争は、 ゼーブルクにとっても困難な時代であった。戦場にはならなかったものの、1623年と1626年に村の大部分が焼き払われ、略奪され、これによって数多くの住民が命を落とした。その上、ゼーブルクは同活され、高額な税を支払わなければならなかった。聖マルティン教区教会最初の教会堂は、1000年頃に取り壊された。これは、 村の創設のもととなった、礼拝堂であった。宗教改革までここは、ネルテンのペータース修道院の所有地であった。30年戦争の際の火災によって、先代の教会も巻き添えになり、その後1655年に、新たな教会が建設された。現在の聖マルティン教区教会は、ゼーブルクのおそらく4代目の教会である。現在のブンテルサガン製古典主義建築の、 教会道の提訴は1786年になされた。西のファサードに霧妻の波打つような斜面があり、その下には当時の典型的な様式要素として飾りつぼが取り付けられている。長道にはバロック時代のロマンシュ風帽子型の屋根をいただく塔が取り付けられており、教会内のボールと構造はゴシック様式である。1865年のバロック祭壇と 1709年から1714年に作られた一部ゴシック様式の像がコントラストを成している。衣服をまくり上げ、足のペストを示す、聖六ス像はもともと祭壇にあったものである。祭壇のこの他の像は、聖母受体像、聖ヨセフ、槍を持つ聖ゲオルギオス、縦ごとを持つ聖ダビデである。いずれの像も1700年頃のものである。新しいものとしては、 朗読団、国会室、式典祭団がある。これらは、ヒルデスハイムのゲルツ社が制作したものである。ゼーブルク湖、ゼーブルクは、連邦道 B446 号、ネルテンハルデンベルク・ドゥーダーシタット線沿いにある。連邦道 B27 号線がほぼ 1km 離れたところを走っている。現在約1700人の人口を要する、この集落は、訪問客にホテル、 レストラン、カフェのほか、民宿や休暇村も提供している。自炊客は、パン屋やキオスクを備えた、小さな食品店だけでなく、生産者から直接新鮮な農作物を購入する、こともできる。サービス業者としては、銀行の支店、郵便局、理髪店、体操治療、地元委員が営業している。この他の社会資本として、幼稚園、基礎家庭学校、 近代的なキャンプ場、ミニゴルフ場付きの屋外プールがある。ゼーブルクの経済は昔から農業が主流であった。この他に家冶屋や車大工といった特定の思考業者が存在している。タバコ栽培は戦前、戦後の時代には重要な収入源であった。現在、食についているゼーブルク住民のほとんどが通勤者である。その比率は 住民の約80%に及ぶ、ありがとうございます。